ここ。え、高いわ。あ、高いんだよな。なんでみんな女の子になる。ちょっと女でやろうか。何を言ってるんだ、その芝居。行くわよ。勝手に行け。タイミングよく行くわよ、私。私なら行けるわ。行きなさい。このタイミングよ。あなたが行きなさい。私、今輝いてるわ。ジャンプ、ジャンプよ、ジャンプよ、いいわよ、いいわよ。いいんじゃない。惜しかったわ。よかったかしら、よかったかしら。輝いてたかしら。輝いてたわ。やめましょう。もうやめましょう、これ。こんな女いないし。ねえ。あー、でもなんかわかった、わかった。マジ？俺見えた。俺まだ何も見えてないわ、そこは。扉開いた、俺。開いた？開いた。道が見えた。あれ飛ばないわ。その扉閉めてやる。なんでよ。そうぬるい世界で生きてねえからさ。確かに、ちょっと俺はぬるめに使っていたか。そう適当な返事すんな。めんどくさいけど。そうそう、おじさんね。床めんどくさい。三国志。そうそうすごいやつにするな。おじさんって呼ばねえから、そうそうだよ。はい。これなんでノコノコ一回いるんだろうね。ノコノコいらないよね。キノピオでいいと思う。ちょっとキノピオ出てきたいの。いや、キノピオがいらないんじゃない？え？キノピオがいらないんじゃないの？ノコノコだけでいいじゃん。まあ。ここからはキノピオさんがっつって。やっと着いた。ここがピーチのバースデーケーキだよ。一応譲ってやってるけど。ここにキノピオさんいなければいい話。どっちでもいいんだよ。そうだよ。どっちでもいいんだよ。どっちもいらないんだよ。どっちもいらないの？牛どうせそのじいちゃんだろ。譲るよ。譲るよ。白いな。ナジームかな。ナジームかな。これで行こうかな。いいね。だれぷよぷよだったら消えてる数だよ。うまいツッコミだな。いいな。この4人が一番馴染むね。確かに馴染むだけに。なんじゃそれも。おいしい。そこも俺の責任だった。早く12マス進めんだもんね。ピタゴロ。やった。ピタゴロ。ピタゴロいいな。ピタゴロ。ピタゴロ。ピタゴロバーガー。ピタゴロ。ピタゴロ。ピタゴロさん。ピコ太郎のいとこ。ピコ太郎。ムスゴロウが融合しちゃった。生まれた存在。ピタゴロ。うんしたんだね。二人は。うんした結果。これ。だから特徴としてはクリア完全に。じゃあそうだね、これで一応証拠は揃ったんだけど、面白いのがこの後呪われたアイテムがどっかにあったと思うんだけど、1分じゃない、呪われたアイテムどっかで、みんなタロットカードとかなんか世界最速だな。優しい。めちゃくちゃ早かった。ちょっと驚いちゃった俺、こんなに速いやついるんだ。割と広げてくれてるし、そう、動画にちゃんと世界最速って書いてる。特定世界最速、あの太い格好の中に世界最速。俺はね、ここ3人に無駄遣いさせたいな。いや、俺はそのレアリティの高いさ、そういうカードとかには興味がないからね。興味ないけど、うん、買えって言って買わしたい。いらねー。いらないんだよな。もう別に価値がないわけじゃないから、別に言うたってね。いや、だって紙だよ。で、どうもと光一いらないの。布だぞ。結局印刷された紙だぜ、あんな。いや、紙だけどお金も紙だから、うん、おお確かに。はい次。